ヤスが俺に合わせるってことは多分ないと思うんで、俺が多分、うん、だからね、若く入れるんです、俺は。一緒にテラスハウスとか見てますね。そうそうそう。寮で。そうそうそう、なんか、寮で飯食う時があって、寮生なんで、うん、俺はたまに寮に飯を食いに行くので、その時に。あれですよ、遠征の時に。遠征の時にこう、どこまで進んだみたいな。俺はね、今年初めて見出したんですよ。一番最初のやつ。バーって。驚異的なスピードで。いつ見てんだぐらいのスピードでもう駆け抜けてやりました。抜かれました。バスケボール選手出てますもんね。うちの選手誰かいいですか。おいおいいいですか。全力で調整して。お前いいですか。これ言ってみるもんだよこれ。キノさん。キノ。フロンタイル選手なんだかいけそうだなっていうのを感じた。けど田中もいいね。田中も今いいじゃないですか。売り出し中で。いや、青は青で、ね、そうっすね、なんかちょっとルカ君バッターっぽい。あそこまで絵はあれじゃないけど、はい、けどちょっと、その枠組み的には同じ部類です、青は、うん、はい、ちょっと面白い感じなんで、いい子で面白いっていう、まっすぐな子なんで、スター作れるんじゃないですか。コメンテーターで、出てみたい。あの席だって、あそこはもうだって八村塁選手クラスじゃないと出れないでしょ。いやでもね、全然見たいっすよ、健吾さん。だって前剣とかだよ、あそこ。いや誰みたいになるから、ちょっと多分、いや全然ならないこれ着ないと、多分誰みたいになるから多分。いやけどあそこの入れるんすかね、あの会話。無理だな。あれもう秀逸だもんな、皆さんのな、もう出来上がってますよね、天才的だもんな、あそこの。そんな話を15歳下の脇坂としてます。テラスハウスでこんなに。なんなら本編の半分ぐらい今話してるけどね、テラスハウス。今ここの止まらなくなっちゃう、止まんなくなっちゃうから、番外編で出ちゃう。いただいちゃいました。これが一番美味しいかもしれない。こんなの、こんなチャンスないからな、テラスハウスにアピールできるな。アピールできるんだよ。38のおじさんがアピールしてどうするんだよ。